皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今回は初心者向け動画。ということで、当チャンネルでは原神と崩壊スターレイルの攻略がメインで、基本的には編集よりも投稿頻度を優先しているチャンネルです。ある程度限度はありますが、それなりに情報を素早く回しているので。特に新キャラ実装後に情報をまとめて知りたい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、進めていきましょう。はい、皆さんは各運命ごとにヘイト値が決まっていることをご存知でしょうか。ある意味データ解析しないとわからない分野だけど、すでに常識化しているので、気にせず説明するぜ。職業で言えば、パラディン、戦士。僧侶、魔法戦士、盗賊。最後は、魔法使いと武闘家って感じかな。日本語にすると急に親密性高くなったね。ということで、主なヘイト値がこんな感じで、狙われやすさの指標だね。ここで、皆さんは気づいたかもしれない。戦闘時の並び順について。敵は、単体攻撃の他に、全体攻撃や拡散攻撃を持っている。さて、あなたはどうするか？ HP の低い僧侶や魔法使いを最後尾に。そして、戦士みたいなキャラを先頭に置くだろうか。半分正解だね。ただ、あらかたそれでも問題はない。ということで編成の並びとしてはこんな感じ。一応ヘイトが高いキャラを一番端っこに。スタレは、前と後ろの区別がほぼないので。とりあえずヘイトが高いキャラを端っこに。そして、そのキャラの横にはできるだけ耐久が高いキャラを配置する。全体攻撃はともかく。拡散攻撃の対象が一番端っこだった場合。その隣も同時にダメージを受けるので。低耐久のキャラや状態異常にできるだけなりたくないキャラは、ヘイトが高いキャラの隣には置きたくないですね。ケースバイケースな場面もあるけど、壊滅アタッカーと孫悟を合わせるなら、基本的には両端に並べる感じだね。孫悟主人公で挑発したり、ヘイトがパッシブで上がるジェパードなんかを入れてる場合は、ジェパードの横に壊滅を置いたりとかもするかな。とりあえず、この2名は自力でヘイトが上げられるので、比較的拡散攻撃で被弾しやすいのは隣のキャラ。だから、この二人の場合は耐久が高めのキャラが、隣にいる方がいいかもね。あとはリンクスはスキルで壊滅と孫悟キャラのヘイトアップ。なのかもスキルで対象の HP が半分以上だとヘイトアップ。だいたい、自分にバリアつけることが多いかな。あとはこの二枚も装備者のヘイトアップ。ただ、孫悟公園水なので、そもそもヘイトは元から初期値が最も高い。ということもあるので、かなりのヘイト値になるね。あとは巡視キャラは一部 HP が半分以下になるとヘイトダウンとかあるけど、常時、ではないし、そんな状態なら大体さっさと回復するので、あんまりそこまで考慮した並びはしなくていいかなと。一応元凶は自己爆中は常時ヘイトダウンだった。ただ、基本はジェパードと反対側の端っこに配置くらいかな。続いて編成の組み方についてだね。編成の組み方とは？ってことですが、オーソドックスな編成については、アタッカー、サポーターに生存補助、という感じ。生存補助は基本的には星5のキャラになるね。リンクスでもまあ、いけんことはないけど。安定性を考えるなら、脈路、ジェパード、羅刹、普賢、ホホ。このメンツ以外で1枠で生存補助するのは、ちょっときついね。リンクスはとつってれば1枠でもいける側のキャラではあるよ。一応、前回も今回も裏には9と10を。星4だけでやってるけど、やっぱり素のスペックは大きく違うよ。孫悟主人公は炎弱点に炎染めで挑むなら1枠孫悟いけるかな。というか、炎弱点のフロアって大体単体攻撃の敵が多め。だから、挑発をうまく管理できれば1枠でいけるけど。SP 消費は大体マイナス寄りなので注意かな。で、星4のヒーラーしかいない人は、北条1、孫悟1で2枠アタッカーと何かで使うのがおすすめ。宇宙の郊外とかの初クリアや、格上の難易度に勝つだけってやりたいなら、状況を問わず、生存補助を2枚にして、安定して勝ちに行くことをおすすめする。陣は編成次第だけど、陣やクラーラは壁としても機能するので、編成火力が落ちたとしても、壁兼サブアタッカーとして採用する価値は高いね。あとは当たり前だけど、DA とかする人以外は、生存補助を抜くことは非推奨だね。男性 RPG なので、絶対に一人は入れるようにしましょう。
ということで SP 管理について。重要な要素だね。SP 管理について。基本的にアタッカーは毎ターン SP を消費します。ですので、その SP を他のキャラで通常攻撃して、供給する必要があります。MP のない魔法使いは魔法を使えないからな。高いダメージを出すにはそれ相応のコストが必要で。そのための SP。だから、編成で誰が通常攻撃をして、誰がスキルを使うか、というのをあらかじめ決めておくのは超重要。例えば、ペラは4突の氷ダウンや敵のバフ解除目的以外だと、完全に SP を供給することが可能だったり、ジンは SP 消費が超少ないからサブアタッカーとして使いやすいとか、一方で、陰月は速度が速いと SP 消費が加速するから、速度を落として SP 消費を抑えるとかね。サポーターにもブローニャのように基本は SP 使いっぱなし。あとは速度を盛ればプラマイレイにできたりとか。アスターも同様に、SP 供給する使い方や完全にマイナスで使う使い方。豊穣でも、ほぼはほぼ完全にプラマイレイだったり。羅刹は完全に供給すること自体可能とか。ただ、猛攻とかで崩されるとその通りにはできないので。気持ち SP に余裕があるとピンチに対応しやすいかな。普賢はほぼ完全に周期が安定するけど。羅刹やホホは被弾量で SP 消費したり、供給したりになるね。理想は、完全に SP 収支が噛み合うように編成して。緊急時は、回復への SP を優先して。どこかで、スキルを節約するようにしましょう。裏庭の最後とか、格上と戦うときは、気持ち SP1 くらい残るように立ち回ってると、安定はさせやすいかな。誰の SP 消費を削るかなのですが、結構ケースバイケース。サポーターのバフを一回我慢するのが一般的かな？ということで、SP 消費を考えたいって話でした。最後は弱点についてです。崩壊スターレールには弱点が設定されていて、弱点ゲージを削り切ると、ダメージのボーナスや、デバフなどを付与してくれます。課金者とかは、敵の弱点を無視して使う人もいるけど、まあ、そういう人はこのチャンネルの対象者ではないかな。このチャンネルは基本無凸モチーフがない人向けのチャンネルだからね。他には銀狼を入れて強引に弱点を入れるとかもできるけど。まあそれも十分ありだね。基本的には、最低でも弱点属性のアタッカーを編成して、挑戦していきたいね。ということで今回は初心者向け動画だったね。いかがだったでしょうか。他にも編成組むときに注意してることとかあれば、コメントで教えてもらえると助かります。各キャラごとにある程度の編成セオリーはありますが、大まかな部分だとこれくらいかなと思いました。参考になった方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。